落ち着かねえ。風呂に入る前に読み切るんじゃなかった。くそ、別のこと考えねえと。いや、ピエロの格好のまま死んだ男が復讐のために蘇る映画が上映するって。全長およそ3キロの巨大迷宮お化け屋敷が目玉だって言ってたな。大ヒットしたホラー映画、31日後の金曜日は悪夢。ダメだ、何考えてもそっちに行っちまう。そうだ、ただ転んだだけじゃなくてスライディングしてたな。たまたま俺が見てたことに気がついたら慌てて言い訳しだして。そういや最近気づくとあいつのことばっかり考えてるな。別のことを思い出して一人で笑ってる自分っていうのもある意味ホラーだな。そういえば
あん時もあいつ真っ赤になってたな。